リグリア海は地中海の一部を構成する海域。イタリア半島とコルシカ島に囲まれている。リグリア海岸は景勝地として知られる。この海と関わりの深い諸言語では以下のように表記される。リグリア海の範囲のいくつかの定義。赤はイホの定義。青はイタリア海軍水路機関の定義国際水路機関は、 地中海の海に8つの海域を定義しており、リグリア海はその一つである。国際水路機関の定義によれば、その境界は、以下の、各地点を結んだものである。ラスペツィアなお、イタリア海軍水路機関は、イーホよりも広い範囲を、リグリア海と定義している。これによれば、コルシカ島北岸、エルバ島北岸、トスカーナ州が面している海もリグリア海となる。 南東はティレニア海と接続する。イホの定義によれば、サンピエトロ岬からその南方の諸島を経て、コルシカ島のカップコルスを結んだ線がその境界である。イタリア海軍水路機関は、トスカーナ州とコルシカ島の間のコルシカ海峡を境界としている。南西に接する海域についてイホは定義を行っていないが、サルデーニャ海とも呼ばれる。 イ本のリグリア海の定義による。リグーリア海岸沿いを走る鉄道サンレーモ北部のリグーリア海岸は継承地として知られる。沿岸の都市はジェノバ、サンレーモなどがある。特に北西の海岸はコートダジュール地方につながる美しい景観を呈し温暖な気候で有名である。ジェノバ、ラスペツヤ、リボルノなどの港は東部の岩がちな海岸沿いである。 イホによるリグリア会の定義による。ありがとうございます。